えー、こんにちは、ヤニックです。いつも動画をご覧くださり、ありがとうございます。今回もコメント返しということで、いくつかコメントを読ませていただこうと思います。ちょっとたくさんコメントいただいておりますので、いただいたものの中から、ちょっと抜粋して読んでいこうと思います。ちかなみさん、最近毎日のような動画アップありがとうございます。去年一,緒一,、えー、去年一昨年みたいな時系列方式やめたんですね。 1>, 1日目、2日目みたいな、意外と出発のセントレアの感じから旅が始まる感じ、好きだったんですけどね。お休みされてる間にエクサンロスがすごかったんで、これからも楽しみです。ということで、うん、僕の動画なんですけども、えっ、ー、と、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、2部構成になってるんですね。最初、第1部は、えー、お店の紹介とか、観光地の紹介をメインにやってる、やって、その紹介が全部終わった後で、チ、え、カ、ー、さんが行ってるような、 時系列方式の旅行機のような形で動画を出してるんですね。ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけども、なんでそんな周りくどいことをしてるかというと、えー、個別のお店の紹介とか観光地の紹介っていうのはなるべく詳しく作りたいんですね。分かりやすく、初めての人でも迷わないようにというのを目標に作ってまして、で、その後に出す旅行機というのは、なるべく面白おかしく作りたいということで、方向性が全く違うんですね。 なので、それを一緒に作るのは結構難しいし、あの、すごい長時間になってしまうので、旅行期がね。それだったら、えー、分けて作ろうってことで、そのような形で毎年やっております。うん、そのような感じでやってますんで、旅行期が始まるのがちょっと先になってしまうんですが、いずれ上がると思いますんで、それまでよかったらお待ちください。えー、次は、ポーハルさんですね。 ヤニックさんの投稿を見てワイキキバリアントもありました。私コーヒーが好きでワイキキでもよく巡るんですが、ヤニックさんのおすすめのカフェはどこですか教えてもらえたら嬉しいです。ということで、僕がおすすめ、僕がおすすめというか、僕が好きなカフェは2件ありまして、1つ目はアロマカフェ、アロマコーヒー。ちょっとごめんなさい、名前忘れました。お気に入りのくせに名前忘れるんですけども、アロマコーヒーが美味しいんですよ。あそこね、イタリアンコーヒーでだいぶ濃いんですね。僕ね、あの、濃いコーヒーが好きなんで、 アロマコーヒーよく行くんですけども、ハワイのね、コーヒーでちょっと薄いんですよ。あっさりしすぎてて、お茶のような感じなんで、まあ、ああいうのが好きっていう人もいるかもしれないんですけど、僕はどちらかというと濃いめが好きなので、アロマカフェ、アロマコーヒー、どっちかちょっと忘れましたけども <laughs>、よく行きます。あと、雰囲気が好きなお店は、以前動画でも出しましたけども、ワイキキ、 のマリオットにあるスタバーですね。あそこはよく行きますこ。今年も行きました、夜に。うん。で、あそこでコーヒー買って、ぼんやり過ごすのが大好きです。あそこはとても気持ちがいいんで、よかったら、ぼんやりしに行ってみてください。で、次はアーアーさんですね。いつもコメントありがとうございます。ヤニクさんこんばんは。以前コメントさせていただきましたが、ハワイ入国審査の際に毎回一人だけ呼ばれて荷物を分けさせられますが、2019年12月にシンガポールでは素通りできました。アジアはいけるみたいです。 エリックさんは2020年の入国はスムーズで行きましたか今回も動画楽しみしています。ということで、今年の入国審査はですね、うん、まあスムーズな方だったとは思うんですけども、入国審査の人がだいぶキャラクターの強い方で、結構焦りましたね。困りましたね。うん、まあそれも旅行期の方で出てくるんですけども、うん、まあ本当に変わった人だったな、今年の審査官。 目がマジなんだよな。目がマジで雑談してくるんですよね。これは質問なのか雑談なのかどっちなんだっていうのがとっても判別しづらくて、俺らは質問されてるのか、それとも単なる雑談させられてるのかがわかんないっていうことで結構焦りました。うん。最終的に雑談だったんですけどね。ああいう真剣なトーンで雑談するのマジで焦りますね。っていうちょっと変わった人でしたね。うん。 続きまして、熊谷一里さん。はじめまして、去年娘の結婚式を機会にハワイデビューしました。50代の夫婦がハワイを楽しめるかなんて心配はどこへ。すっかり虜になり、今年はヤニックさんの動画を何度も見て参考にさせていただきました。本当にありがとうございます。旦那のハゲパワーのおかげか、10日間、10日滞在中いいお天気。ヤニックさんと同じ時期の滞在だったのですね、今年の動画も来年の参考にさせていただきます。楽しみにしております。 うん、ハワイはね、老若男女問わず楽しめる場所じゃないかなと思います。やっぱりね、シニアも多いですからね。うん、でね、あのー、本当によく見かけるんですけど、外国、欧米、特に欧米人のシニア方の夫婦を見かけるんですが、まあ、手を繋いでる率高いですね。本当にね、手を、二人で手を繋いで、まあ、ゆっくりと歩いてる姿を見ると、あ、いいなと。 僕らもああいう夫婦でありたいな、あり続けたいなという、こう、未来のね、目標を見ているようで、とても気持ちが清々しいですね。本当にね、手を繋いでるシニアの方々、本当多いんですよ。欧米、欧米系ってね、仲いいですよね。もうね、ハワイはね、10代から70代、80代、90代、100代まで、本当に楽しめる場所なんじゃないかなと思いますよね、えー。続いては田中信孝さん。ヤニクさんはじめまして、夏木さんとのやりとり、微笑ましく聞かせていただいております。 私も最近、ヤニックさんに見習い、家内のことをいつの間にか美穂さんと呼ぶようになりました。毎回楽しみにしています。はい。ああ、とても素晴らしいですよね。奥さんを名前で呼ぶって。奥さんも多分嬉しいですよね。さん付けで呼ばれたら。ねえ、普段どう呼ばれてるかわからないですけど、ねえとか、あのさあとかって呼ばれるよりかは美穂さんとか、まあ、夏希さんとかね、〇〇さんって呼ばれると嬉しいんじゃないかなと思いますね。僕もやっぱ名前で呼んだ方が、夏希さんも喜ぶかなと思って名前で呼んでますけども、 まあ、夫婦円満の秘訣の一つなんじゃないかなと、僕は思っています。えー、続いて、リノ・アロハさん。ヤニクさん、なつきさん、こんばんは。先日ハワイから帰国したところです。ハニークリームパイナップルは食べられましたでしょうかうちはアラモアナのフードランドで売ってるのを見つけて食べました。甘くてとっても美味しかったです。これからもハワイ動画楽しみにしていますが、ヤニクさんのリズムで無理なさらずにいてくださいね。はい、ありがとうございます。ハニークリームパイナップル食べましたね。うん。 これもね、そのうち旅行記動画で出てくるとは思うんですけども、ただね、意外と大きさがちっちゃくてびっくりしましたね。ハンドボールぐらいの大きさしかないんですよね。だからあの、いつものパイナップルの大きさをイメージして探したんですけども、なかなか見つけられなくて、やっぱないんだと思った。矢先あったと。あ、まさかこんな形してるとは思わなかった。本当にね、ボールみたいな形してます。ソフトボールぐらいかな。うん。 食べたらね、やっぱ美味しかったですね。うん。その様子は、そのうち、お届けできると思います。えー、続いてナンパボーイさん。えー、いつもコメントありがとうございます。ナンパボーイさんもね、2年ぐらい前からずっとコメントいただいている方で、本当に嬉しいです。えー、年末年始3週間ぐらいハワイ行ってきました。KCC で買った初ラボシとても美味しかったです。生クリームディップして食べました。そうか。ラボシは生クリームをディップするっていう選択肢もありましたね。あー、気づかんかったなー。 いつも蜂蜜ばっかかけてますけども、確かに生クリームもありかなっていう感じですね。ラボシはね、基本的に味がそんなないんで、単なる小麦粉を焼いただけのやつなんで、自分なりにやっぱアレンジして食べるのが楽しいんですよ。生クリームをディップしたり、蜂蜜かけたりね。なんかこう、蜂蜜と生クリームセットの方がもっとうまいんじゃないかろうか、と、このコメントを読んで思いました。来年は生クリーム蜂蜜やってみようと思います。えー、次は荒牧大介さんですね。いつも、 えっと、サブチャンの方でもコメントいただける。で、本当にありがとうございます。えー、ちょっと長いので、一部読ませていただきますが、昨年、うちの子供の初海外でハワイに行く前に、ヤニクさんの動画に出会い、おかげさまで、現地でのいろいろな場所やレストランにこ、時にとても参考になりました。特にハワイで必ず困るジュルのことや店員さんにお聞かれる英語については、あまり英語を話すなら私の妻にはとても参考になったようです。本当にあ,ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ということで、うん。 よく覚えてるのはね、荒牧さん去年の生放送で初めてハワイ行くからだったかな。で、子供が楽しめる場所はないですかあと質問されたのをすごい覚えてて。で、僕子供いないので、んちょっとわからんなと思って、ちょっと皆さん詳しい方どなたか答えてくださいませんかっていう風に言ったら、結構ね、何人かからあそこいいよ、ここいいよ、なんて、えー、生放送中にいただきまして答えを。 うん、ああ、なんかこういうのいいな、生放送やってて思いましたね。生放送のいいところは皆さんの知識がこう集まるところですね。あとこう助け合ってわからない人を教え合うみたいな。僕の生放送に来,る来てくださる方は本当に僕以上に何回も何回もハワイに行ってるような、ね、すごい仙人のような人もいますし、今度は初めて行きますみたいな人もいっぱいいるんですけども、そうやって詳しい方が初めての方に教えるっていうような、 感じになってくださ、くれたのがすごく、なんか、あ、やってよかったなって、本当思いました。やっぱりね、ハワイ好きな方が多いだけあって、アルファスピリッツを持った心の広い方が多いですからね。うん。なんかそういったエピソードを思い,思い出しましたね。 あと、荒牧さんは、特にいつも長文でコメントいただけるんですが、よくね、長文でコメントをすると、長文失礼しましたって一言つけてくださる方もいらっしゃるんですが、僕とね、夏木さんに限ってはね、長文大好きなんで、全然長文コメントありです。うん。 僕はね、活字読むの好きなので、あの、読ませていただくの大好きなんですよ。で、夏希さんもあんまコメントには出てこないですけども、結構率先してコメント読んでますんで、夏希も必ず目を通してますので、長文全然ありです。短文も全然ありです。コメントをいただけることが本当に嬉しいですので、よかったらお気軽にコメントください。で、続いてはユイ・イミーさん。私もいつかハワイに旅行する、そう思わせてくれる動画です。 特に女性が急に生理になってしまった時の動画は参考になりました。そうですね。以前、夏希さんが作った女性が急に生理になった時にどうするべきかという動画を作ったんですけども、まあ僕はどうしても男ですので、女性の事情がわからないんですが、だから僕に聞きたくても聞けないっていう方は結構いらっしゃもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、そういう時はですね、夏希さんのブログに行っていただいて、ブログから、 こっそり、あの、夏木さんに質問すれば、夏木さんが答えてくれると思いますので、男性には聞きにくいなっていうような質問がもしありましたら、夏木さんにこっそり聞いてみてください。もしあれだったらね、夏木さんが動画を作るかもしれないですからね、なかなか女性特有の悩みというのは僕にはわからないですから、直接質問してみてください。 え続いて0214パパティンティンさん。えー、こんばんはとても美味しそうですね。私は英語は不得意なのでテイクアウトの注文ができなかったです。エリクさんを見てこんなチャレンジします。ところでマナプアはどんなフードですか肉まんですか素、素人の質問ですみません。次の動画が楽しみに待っています。ということで。マナプアはね、肉まんとまんじゅうの中間みたいな感じでしたね。結構まんじゅうっぽいかな。肉まんほどもちもちしてない感じかな。うん。皮はね、まんじゅうに近かったです。 で、あと英語なんですけど、僕も最近でこそ勉強してますが、ちょっと前まではね、全くできなかったんですけども、よくね、勘違いされるのが、英語をうまく話さないといけないって思いがちで、それが難しいって思う方がいると思うんですけど、逆なんですよね。うまく話すことよりも、相手が何を言ってるかを理解することを頑張る方が結構スムーズなんですよ。コミュニケーションで実は。なんでかというと、自分が、 ど、何かを伝えることって結構ジェスチャーとかやれば何とかなるんですよ。自分が何かを伝えるっていうのは。でも相手が何を言ってるかを理解しないと会話が成立しないので、どちらかというと相手が何かを、何を言おうとしてるのかっていうのを理解する努力。で、それは英語がわからなくても場の流れとか雰囲気とかその人の顔とか、なんか会話の流れってあるじゃないですか。そっから想像することで意外と分かったりするんですよね。この人こういうことを言ってるんだろうなっていう感じっていう感じなのかな。 うん、そういうところに意識を持っていくと意外とうまくいくんじゃないかなと僕の過去の経験からそう思いますんで、まあよかったら参考にしてみてください。続いてはプレイアーデスさん。いつもコメントありがとうございます。えー、こんばんは T シャツはいつも持っていかず、次元調達しております。ここは知らなかったので今度行ってみます。おかげでまたハワイ T シャツが増えそうだ。ちなみに私も178センチですが、ゆったりめが好きなので L サイズですってことで、 えっと、これは安い T シャツが買えるというところで、デュークスマーケットを紹介した時の動画でいただいたコメントですね。うん。178センチで僕は M サイズを買うんですが、僕は割とぴったりと、シュッと着れる感じが好きなので M なんですけども、ゆったりが好きな人は L がいいんじゃないかなって感じですよね。だから同じ身長だととても共感湧きますよね。いつもね、コメントいただけて本当にありがたいです。 え続いては、エッチ橋本さん。いつもコメントありがとうございますあ。いつも楽しい動画をありがとうございます。ここの店の位置は食事だけのためにホノルルから行くような場所ではないですよね。パールハーバー観光のついでにレンタカーで行くという感じがいいんじゃないかと思いました。これはホノルルキッチンでいただいたコメントですね。うん、動画の中でもわざわざホノルルキッチンのためだけに行くような場所ではないよって話はしたんですけども、確かに遠いんですよ。うん、遠いけどね、行く価値はあるんですよね、あそこね。 なかなか悩ましいんですが、まあ、橋本さんが言うようにね、レンタカーでパールハーバー行くついでに行くとかね、あと僕らも言ったように、ワイケレプレミアムアウトレットに行くついでに行くとか、っていうような感じで組み立てると面白いかもしれないですね。パールハーバー行って、ホノルルキッチン行って、ワイケレプレミアムアウトレット行って帰ってくるみたいな。レンタカーで1日回るみたいなのもいいんじゃないかなと思いました。情報提供ありがとうございます。 で続いては、タクタクさん。20年以上前にハワイ大学で学生してました。ワイキキのアパートから西方向。バスに乗って通ってました。学校の帰りはアラモアナに寄っていくのが日課でした。今思い返すと本当貴重な時間だったし、キラキラした青春の1ページです。ということで、素晴らしい青春の1ページだったでしょうね。ハワイ大学だったとしたら、えー。僕も20年以上前に学生だったので、おそらく同年代の方なんじゃないかなと思うんですけども、 僕が初めてハワイ行ったのがちょうど20年ちょい前なんですよね。だから同じ時期にハワイにいたんじゃないかななんて思いますけど、アラモアナってね、その頃からあるんですよね。結構古くからあるんですよね。行くとね、新しいんですけどね。いつも新しくて綺麗なんですけど、実は古いんですよね、あそこ。で、初めてハワイでアラモアナ行ったのを思い出しましたね。わけもわからず、あそこでショップ入って靴買った思い出があります。英語も話せないし、理解できないんだけど、 ハワイ、そこの店員さんが優しくてね、靴買った思い出があるんですけども、やっぱり、なんだろうな、ハワイって気候もいいですけど、人も良くて、あ優しくていいなって思ったのが、ハワイ好きになったきっかけの一つでもありますよね。そんなことを思い出しました。うん、昔のことを思い出していただき、ありがとうございます。<laughs> 続いては、ひろみ2さんかなひろみひろみさんかな登録者数2万人超えましたね。ありがとうございます。 えー、登録者数は普段はあまり気にしてないんですけども、こうやって言ってたいただけるとなんかやっぱ嬉しいですね。あ、2万人超えたかと。ハワイの動画をやり始めてからやっぱり伸び始めて、始めたのがちょうど2年前だったので、だいたい年に1万人ぐらい増えてる感じですけどね。ただや,やっぱやる以上目標としては10万人超えたいなという目標はありますが、ただ今のペースだとすごい時間かかりそうなんで、いつになるのかなという感じですが、マイペースで続けていこうと思ってます。 え次は田島美和子さん。10年ほど前に娘とハワイ大学訪問しました。バスで懐かしいです。うん。10年前からもうすでにハワイ大学ってオープンだったんですね。なんか割と最近観光地化されたのかななんて思ってたんですけども、このコメントを見て、あ、結構前からすでに観光地化されてたんだなって思いました。で、同じく森栗さん。大昔にツアーで行って以来行ってないので懐かしかったです。今度バスで行ってみます。これもハワイ大学の話ですね。やっぱ昔からツアーに 組み込まれたんですねハワイ大学ってねもう全然知らなかったですハワイ大学ねうん不思議な場所ではありますねうん行ってみる価値はあると思います近いですからねで僕のラインの方にもコメントをいただくことがありますのでその中からいくつか紹介しようと思います、えー、こんばんは先日はありがとうございました無事初ハワイから帰ってきましたすごく楽しかったですハワイが大好きになりました皆さんが何度もハワイに行く気持ちがよくわかりました エンキさんの動画のおかげで会計チップトイレなど安心してできました。感謝です。ありがとうございました。またハワイに行きたいと思います。これからも動画楽しみにしています。またわからないことがあった場合、教えてくださいということで、初ハワイは格別の楽しさがあると僕は思ってるんですけども、まあ、先ほどもちょっと話しましたけども、未だに覚えてますからね。初ハワイ。目を閉じれば、すぐパッと思い浮かぶ景色、初ハワイ、出てきますよ。やっぱそれぐらい最初のハワイっていうのは、 格別な楽しさがありますので、これからまだ行く予定されている方、初ハワイの方、本当にね、初ハワイだけはとっても楽しい。僕もね、記憶をなくしたいぐらいですからね、ハワイの記憶を全てなくして、また初ハワイを体験したいっていうぐらい、初ハワイって本当に貴重ですからね、これから行かれる方はね、あのー、楽しんできてほしいですよね、えー。ちなみに僕が初めて行った時に泊まったハワイのホテルはもうないんですよね。今ではワイキキビーチウォープに変わっちゃってますけどね、あの辺泊まったんですよね。 最後、最後のコメントを回していただきます。え、YouTube を楽しみに拝見させていただきます。基本バックパッカーの一人旅をしていますが、この4月に息子と二人でハワイに行きます。今回紹介されたホノルルキッチンですが、今回の旅の第一目的が息子の強い希望で銃の死者で X セキ,ュセキュリティに行くのですが、紹介されたホノルルキッチンの近くなので、ぜひ寄りたいと思います。紹介動画でもありましたが、息子とシェアして店内で食べても問題ないでしょうか。よろしければお返事を待ってます。ということで、 僕はよくマクドナルド方式と呼んでますけども、まあカフェテリア式ですよね。カウンターで注文してお会計をして商品をもらって好きな席で座るというスタイルのお店でしたら、シェアは特に何も言われないです。僕らもホノルルキッチン、えー、シェアしましたけど別にそんなことで何か言ってくるような心の狭いような場所じゃないですから。まあもちろんね、レストランとかだったらね、一人一品頼んだ方がいいんですけど、カフェテリア式の店だったらシェアは全然問題ないと思います。まあハワイ量多いですからね。 シェアの方がいいですよ、本当に。<laughs> 何もわからずにね、一人一品頼むととんでもない目に合いますからね。まあ若くてね、たくさん食べれるよって人だったらいいんですけども、まあ僕らもね、そんな若くないですから、そんなに食べれないので、やっぱし、マクドナルド方式の店はシェアが基本でやってますね。まあ夏木さんもね、だいぶ少食ですからね。ということで、えー、今回はいただいたコメントの中からくっつかいましていただきました。こういったコメントをいただくとやっぱりね、あ、あとね、 僕のブログの方でコメントをいただいたんですけどもなんかこうつまらないコメントをいただくと困りますかみたいなコメントをいただいたんですねブログの方ですけども聞かれたんですね、えー、僕は今までもらったコメントの中でつまらないと思ったコメントは一つもありませんというのもコメントを書くという行為は大変なことだと思うんですよ人の目にも触れますしちょっとね 指を動かして行動しなきゃいけない。えー、ちょっとした行動力がいるんですよね。行動することって意外と難しいんですよね。確かに、えー、いつも動画見てて、ああ、いいなって思ってくださるのも嬉しいんだけど、そこで一歩踏み込んでコメントしてくださる。その気持ちが嬉しいんですよね。気持ち。コメント内容じゃないんですよ。一歩踏み込んでくれる。僕に何かを伝えようとしてくれてるっていう、その気持ちが嬉しいんで、コメントの内容はつまらないと思ったことはないです。もらうこと自体が嬉しいんですね。よかったら、あの、お気軽にコメントください。 ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。